とりあえず OK 飯に入ります僕ら。どうもはじめです。本日はですね、田中氏の庭仕事のランチ、動画になります。またでね、今日もバーガー食いに来ましたと。で本日はロングビーチのこちらオメガバーガーでございます。見た感じ、まあ、交差点に面しているとこなんですけど、結構なんか昔からあるようなハンバーガー屋で、まあ今ねコロナの影響で中では、食べれないんですけど、結構ねメニューも良くて美味しそうなんですよね。というわけで本日はこちらでハンバーガー食べていきたいと思います。いらっしゃいませ。フォーチーズバーガー。美味しいですか？ここ知らない、初めて。ただの？半端じゃないでかさきました。いらっしゃいませ。来ました。オメガバーガーでございます。うまそう、これ。くわぁ。ちょっと暗いかもしれないけど。いただきます。でかっ。ダボチーズバーガーですね。なんで静かになってる。最初の感想はじめさんから言った方がいいかな。ああ、そうですね。いただきます。あ、しっかり炭で焼かれてる。うまいやつだ。このビッグマックソース的なウィンアンドアートのピンクのね、このソースが。なんで静かなっつって。やっぱこのダイエット中のバーガーっていうのは最高にうまいです。で今回ですね、一緒にオーダーしたものが、チリチーズフライ。チリチーズが乗って、さらにその上に大量のパストラミが。すごっ。ポテトとチリチーズとパストラミですよ。あ、濃いですね。味が濃いですね。うまっ。パストラミってうまいね。なかなか日本だと食べる機会がないのかもしれないけど、これはうまいです。うん。これだいたい5000キロカロリーぐらいありますかね。5000キロあるかな。ちょっと今日はコーラでいただきます。いつもはじめくんとハンバーグとさ、もう夜何にも空気なくなっちゃうんだよ。いただきます。うんうん。いただきます。うまっ。これなくならないよ。絶対使ってないですよね。100% ないでしょ。うん。違うよ。ちょっと久々のバーガーすぎてやられてます。でも逆にこれ以上美味しく作るのは難しいと思う。ハンバーガーですか、うん、全然違うアプローチにしたい、まあ、値段も含めて。これがハンバーガーの限界ですか、まあ、これで10ドルぐらいですよね。佐世保バーガーだと美味しいです。佐世保バーガー食ったことないな。カラツバーガーあんま美味しくなかったよ。どうやって運ぶの？食えないんだよ。こんな量あると思わなかった。こんな大きかったですね、これ。最初からそう言ったじゃん。2ドルもするから、これ相当大きいよって。失業保険でこんなもん食ったら永遠に失業しそうだよ。本当に悪循環。このチリチーズってカリフォルニアのものなんですか？なんか他の州であんまりないですか？でも多分、少なからず下側のメキシコに近いところみんなあるんだよ。テキサス行ってもあるし、アリゾナ行ってもあるし、でもシアトルの人たちはつい最近まではあんまりメキシコ人見たことなかった。だってメキシコ人が入ってきたのってやっぱり90年代。バーガー来ますね。すげえ食ってんな。でもさ、めちゃめちゃ食ってるけどさ、まだ半分なのよ。いや、うまいんだけどね。牛丼みたい。
言うことはまだ全部いけるんですけど、その後の作業を考えると。めっちゃいいね。言っといた方が逆にパワーが出る可能性が。なるほどですね。行った方がいいと思います。じゃあ行きます。モリモリ食う。食い方がもういい、かっこいい。食ってるなぁ。ちょっと一口で KO されたよねこれ味こうと思ってうまいけど、これがパストラミさ、この上のそれパストラミ、これ絶対いらないですよねこれが重要なのよいや普通にチリチーズで全然美味しいですよねこれそれがあのアメリカ人の好きだと思う、うん、黒人南部料理なのかな。でもメキシカンの人たちがチリ食ってるイメージは別にあんまりないじゃないですよ。チリビーンズは黒人の料理ですか。ああいうのってさ、そういうイメージ、テクスメックスってやつで、うん、まさにだからボーダーラインのとこのテキサスとかの、で混ざったってことですか。国境が近いじゃないですか。はいはい。だからそこで混ざってるような、ジャンクが両方ありみたいな。パスタルミアだって絶対メキシコから来てないですもんね。うん、そうだね。すげえな。え、なくなるやん。バカさ。怖っ。誰もが、あ、これ、完食できないってみんな思って。タイムラプスで撮ってるのか。うん。共にダイエットしてる勇士が一人脱落した。脱落はまだしないし。これ多分プロテイン補給してるだけです。そう。というわけで。私、完食しました。取られた。編集で。田中さん、今日の作業だけ教えてください。コンクリートを埋める。今までやったことすべてを、そう。今日やると。同じこと何だかいもある。新人脱出しようん。という感じで、いいですかね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。意気込みだけ最後。意気込みないよ気合入ってないもんこんな暑いのにね気合なんか入れたら倒れちゃうよ本当にはい、というわけでね、本日はロングビーチのオメガバーガーやってきました。久々のコーラうまいね。バーガーも最高よ。まあダイエット中なんですけれども、まあ、たまには、こうやってねハンバーガー食べてちょっとストレス、リリーフというかね、そういうこともやっていきたいと思います。はい、バーガー最高でした。また今からコンクリートやっていきたいと思いますんで、そちらの動画もお楽しみに。というわけで、本日は以上となります。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。 Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon.